さあパンコさん対戦の方お願いいたします。ジャロータが久しぶり。いやメタモン、いや怪獣、いや嫌なやつ多いな。てかいろんなやつに負けすぎて全部がトラウマみたいになってきた。神ユイハッサム、これかな。そう、相手未来ドンスタートが一番嫌だったけど、いやそうだよな、さっきのこれだったらな、こう似てても打ってこなきゃおかしいもんな。ムーンホから入ります。まあシンプルにムーンホ嫌いでテラスタルっていうパターンもあるだろうけど、あ、オッケー、フェアリーテラスね。オッケー。フェアリーテラスは、なんか、ちょっと好感持てるよ。下げろ、特攻下げろ、下げろ、オッケー、最高、大好き。オッケー、ボルチェンか。ボルチェンかよ。だよな、どうせお前だもんな。シャドウクドウかな。いやシャドウクドウでないわけないもんな。一回耐えないかな。テラスターしないときついかな。仮にここテラフェイタークドウは多分来ないと思うんだよ。ぶっちゃけここでハッサンバックしたら別にもうこの神の使い道なくなるんで、いらないっちゃいらないんで。あ、まあいらないこともないか。なのでシャドウクドウ、シャドウクドウだったら多分さすがに耐える。ここのフェイタークドウはちょっと、いやフェイタークドウキモくねえんだって。オッケー、許せる。これは好感持てる。え？あの、俺のこと嫌い？違くない？違う。え？いや、今はダメじゃない？今のはさ、今のはさ絶対に違うと思うんだよ。ナムさんが使ってた白馬って何に振ってますか？ HA とかじゃない？多分そうっす。はい、いやこれやばいよね。お前いけるか。いや正直に言おう、信用はしてない。お前の信頼度はねえぞ。嘘、信用してる。お前が王入団のことをバレパンで倒せるのってあれば信用してる。頼む、本当に頼む、お願い、マジでお願い。うわお前バッ信用してない。ダメ、お前首首です。本日からね、スタメンに参加したハッサムさん。一日で首です。はい。お前はもう少し二軍に下がって調整してこい。ダメだ。お前これから名前はクリマツだ。日本に帰れ。いやー、インファかわすとかありえないもんな。いやー、ナイス。いやー、うぜえなー。